素材アイテムをドロップするモンスターを探してるんだけど、心当たりない？植物系のホローミッションね。私はいつでもいいから、キリト君の都合がいい時に連れて行ってね。何を取りに行くのか忘れちゃったら私に聞いてね。ことに全品売り切れよ。次の品を揃えるためにも素材集めに行かないとね。ええ、嬉しい限りよ。もちろん質は高い方がいいわ。なるほど、フォローウェル。
やるのね。まあやり方、私はいつでも行けるように準備、何をターゲットにするかど忘れしちゃったら遠慮。楽しそうだからついて行きたくって。ねえ、ダメかな。効率よくレベルを上げたりするんでしょ？私もレベルを少しでも上げておきたいから。こっちはそうしてもらえると助かるけど、いいの？よくわからないけど、お任せする。それじゃあ準備ができ、それからあんたいろいろ忙しそうだし、私と何をするか忘れ。キリト、何をするか忘れちゃったら遠慮なく聞いてね。
新しい情報でも仕入れたのか？オレンジの解消。キーボー、まさか危ない話に首を突っ込んでないだろうな。何か裏があるのか？オレンジ解消のクエなんてキーボーだって知ってるだろ。ホローエリアのオレンジ、初めて聞く話だよ。キーボーがそこに行ってるって話は聞いてたけどね。そもそもハローエリアについて一番詳しいのはキーボーじゃないか。俺っちの方が教えてほしいくらいだよ。キーボーが強いのは知ってるけど、気をつけるんだよ。ホローエリアとかいう場所でオレンジに関わっていて危なくないなんて言っても信じないよ。聞かないだろうけどね。それじゃ俺っちは行くよ。またな。ねえねえ、いらっしゃい。リズベット・バグ。
やったね。よし。よし。あ、キリト君、ちょうどいいところに。うん、あのね、さっきエギルさんに聞いたんだけど、銭湯が見つかったんだって。エギルさんは銭湯って言ってたわよ。それでね、ちょっと気にならない？銭湯っていうくらいだから、露天の温泉とかじゃなくてスパみたいな施設かもしれないし、面白いお風呂とかあるかもしれないじゃない。そういうわけじゃないけど、でもやっぱり気になるのよ。もうトラップは解除してあるみたいだし、キリト君、一緒に行ってみない？
今から出発ね。入り口のそばにあった木にトラップが仕込まれてて、解除すると地下への階段が現れる仕掛けになっていたそうよ。
に入ってる。この格好で戦うの？やー、それほどレベルは高くないみたい。これならスイッチ。って、ちょっと待って、何？スライムの特…パスタ任せっぱなし、はあ、でも疲れた。せっかくお風呂入ったのに台無しだね。もしかしてまた混浴？どっちなの？だってキリトや私でさえ知らないんだよ。いくら早耳さんでも知ってる方がおかしいよ。まあね、いろいろ調べたから。キリト、ごめん、違うの。私はアインクラッドに戻らないんじゃなくて、そもそもそのままの意味だよ。戻ろうとしても戻れない、転移できないの。ソフィアでしょ。キリトを何度も見送っ、やってみせるね。
システムエラーです。フォローエリアからは転移できません。ほら、私もわからないの。やっぱりそうだよね。オレンジを解消したらもしかしたらとも思ったんだけど、ごめんね。もっと早く言うべきだったのに。言ったら自分が帰れないってことを認めるようで怖かったんだ。王子様は行っちまったのか？あんた。だからさ、そう身構えるなって。別に取って食ったりしねえからよ。オレンジギルドが私になんのよ。いつまであのビーターと組んでるつもりだ。あんたには関係ない。俺の推測が当たってるとしたら、おめえはそろそろ自分の正体ってやつに違うか。オレンジホローのフィリアさんよ。よくわからないことを言って。だからさ、おめえとあの王子様とじゃ済む。別に言葉のあやとかじゃなく、そのおめえは所詮影の世界、そうホローエリアの住人なんだよ。俺たちは、そう、私は、じゃあなぜおめえはあっちに帰れないんだ。私はお前らとは違う。私は人間だって。ただ認めたくねえだけだろ。自分が人じゃないって俺らと何も変わらねえ。ふぅ、その表情いいねいいね。思わずよだれが出ちまうよ。だから何だって言う。キリトは私のために。おめえのためねえ。本当にそう思っ。どういう意味。あいつはホローエリアにある新アイテムや新スキルに興味を持ってんだ。おめえは、ああそう、便利な案内人ってとこ。
嘘嘘よ。そんなことそんなことな会ったばかりのやつに命を張って助けるってか。ない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 。自分がしたことをもう一度振り返ってみな。あんたどこ。うわー、おるおるおる。残念ながら全部知ってんだ、おめえがやったことは。だからどうして、なんであんたが知っている。はあ、なんで知っているかって。大事なのは俺が知っている経緯とか理由とか、そんなもんは聞くのが野暮ってもんだろう。で本題だ。この前も忠告したじゃねえか、おめえこのままだと死ぬぜ。なんで。おめえだけじゃねえ、俺もここにいる他の連中もみんなみんなゲームオーバー。意味が分かんないし、そんなこと信じられるわけがないじゃない。あの男キリトとかいうビーターはこのホルエリア向かっ腹が立つ事実だが、あいつが百層をクリアする可能性はかなり高い。そうなったらホローエリアにいる俺たちはどうなると思う。知らないわ。少しは考えろよな、その足りない頭でよ。 SAO の世界がなくなった時俺たちがどうなるか。まさか。そうだ、 That's rightSAO がクリアされればデータである俺たちは消える。さっきも言った通りのことが起きるじゃね。だからさ、俺た違う、キリトはそんな私たちを殺すなんて。さっきも言ったろうに、理由や過程はどうでもいいんだ、結果、結果がどうなるかなんだよ。あいつがやったことで俺たちが死ぬ、俺はそれを止める。だってよ、死にたくねえしな。だからおめえの力を借りに来たんだぜ。私にキリトを裏切なんなんなに、ちょいと誘い出してくれればいいのさ。おめえは何もしない、何も知らない。まあちょいっとことが終わるまで邪魔しないでもらうってことだけだぜ。別に殺すわけじゃない、あとは勝手に物事が進むだけだ。そんなことできる。あいつの強さは知ってるんだろ。大丈夫、死なずに俺たちと同じ世界の住人になるだけなんだから。私たちと。そうだぜ、よーくかん、このままあいつと別々の世界で、誰あいつと同じ世界の住人になって永遠に存在し続けるか。次に会った時に、へっ、キリト、キリト、私、
せ。Thank you.